おはようございます。今から霧島にある、大波の池というところに登っていこうと思います。今駐車場に車を止めて、だいたい30分、40分、50分ぐらい歩くのかな。こんな感じの登りですね、ずっと。まあ山登りなんでね、当然なんですけど、今朝の5時半ですね。まあ、日の出が5時58分ということで、まあちょっとね、日が出てきたちょっと後ぐらいの感じですね。到着予定が、あ、もうすでに息切れしてる。頑張って登っていこうと思います。今10分ぐらい歩いてきたんですけど、いやもうきつい。これね、マジできついよ。だいぶでも軽くなってきたから、息の声しか届いてないかもしれないけど、もうね、正直知ってるんですよ。やっぱ大波の池って鹿児島の中では有名スポットなんで。ただね、私もまあこんだけ大変なとこって知ってたから、若い時からね、まあ、敬遠してたんですよね。もう誰が行くまいかと思ってたんだけど、まあ、今回ね、個展があるということで、これはね、皆さんにこの景色をね、全然言っとる皆さんにね、見てもらいたいんだということで今からね、登ってね、はい、皆さんにいい景色見せますからね。あ、もうだいぶこんな感じで明るくなってきてますね。もうこっから急いでもね、ぶっちゃけしょうがないんで、のんびりとはいきませんけど。あ、道が悪くなった。さらにきつい、これは。いや、ずっと階段なんですよ、今下から。でもね、まあ機会がある方、あと、まあ、体力に自信がある方は、ぜひ鹿児島来たら一回はね、来てもいい場所じゃないかなと思いますけど、僕のこの息切れ加減を聞いていただくと分かる通り、もう正直ぶっちゃけマジできついで、今回は、かなりね、もう3枚ぐらいの許可証を出してですね、ここもドローンを飛ばせることになっておりますので、まあだから日中来るとね、人が多くてなかなか思ったように飛ばせないんで、それでこの時間を、まあ、選んできたっていうのもあるんですけど、まあこの山って国の国定林なんで、国有林か、だから申請もね、県と町と、ここ牧園町ってところなんですけど、町とあと国3枚出さないといけなくて、まあでもそんなに難しくはなかったんですけど、ちょっとね、面倒で終わりましたね。顔を見上げらんない、カメラも見てらんないずっと足元しか見てないじゃあそろそろ私の顔でもお見せしますか。今ね、こんな感じでまだね、笑顔で頑張ってますよ。笑顔で頑張ってますけど、今気温がね、だいたい18度ぐらい。やっぱりもうすでに標高は結構高いので、で、大波の池の奥には唐国岳っていう山があって、まあ、そこまで行ってもいいんだけど、今回はね、目的はドローンっていうのと、あと私の体力が持ちそうにないんで、途中にあるね、大波の池で終わろうと思ってます。唐国岳は、まあ、結構標高も高いんで、まあ、桜島より全然でかくて、まあ、熊本宮崎の県境ですね、にあります。わかりますこの息切れ具合。ね、はぁはぁじゃないですよ。ゼーゼーですよ。
マジきつい。ちょっとこの映像、皆さんが見てどう楽しむのかはちょっとわからないところではあるんですけども、まあ、せっかくなんでね、自分の記録のために残しておこうかな。もう汗だく。気温20度ないけど、もう汗だくです、すでに。延々と坂道というか、登り階段。まあでも険しい山道じゃないから、よかったですけど、まだね。これもう筋肉痛どころの騒ぎじゃないぞ、本当に。腰痛い。帰りは、ドローンに乗って帰ろうかな。マジでドローンに乗って帰りたい。きついわ。というわけで、そろそろマジできついんで、一旦カメラを撮れて、カメラを止めて、一生懸命歩いて、来ようと思います。また後ほど。さらにね、上の方まで、登ってきましたけど、なんか、建物が見えるんで、中間地点かな。ちょっとね、そこに寄ってみようかなと思いますけど、でももう日の出の時間過ぎたんで、ちょっとだけ通ります。いや、もうね、腰が痛い。これ膝とか太ももとかじゃなくて、腰が痛い。もうここであってほしい。でも20分ぐらいしか歩いてないからな。結構足早に来たから、ワンチャンここな可能性もある。ここは、大波の池、休憩所。ここかもしれない、もしかしたら。あれ？もしかしてここ？マジで？ここかもしれない。よいしょ。皆さん、ここの可能性ありますよ。よいしょ。いや、思ったより早く来れたな。頑張って。急いだから。やべ、ここで。違ったら落胆でもう動けないかもしれない。とりあえず、行ってみよう。よいしょ。頑張れ。残り頑張れ。多分ここですね。よし。皆さん行きますよ。景色をお見せしますからね。あれ？待って。やっぱりここじゃない可能性も出てきた。ここが良かった。危ない。大波の池。やりました。頑張った。じゃあ、皆さんだんだんと見えてきますからね。ここに、ちょっとしたモニュメントがありますけど。よいしょ。はい。大波の池。はい。じゃあ、ここからね、行きますよ。ここから見えるのが、大波の池です。エメラルドグリーンの、ここに池ですね。で、向こうに朝日です。やった。嬉しい。よし。飛ばそう。もう早く飛ばそう。誰かが来る前に。ということで、ちょっと急いで飛ばすんで、またカメラ後ほど、行きます。はい。はい、というわけでめちゃめちゃ朝日昇ってきて、大波の池綺麗ですね。今ね、ドローンで、まあ、いっぱい映像も撮って写真も撮ってって感じですね。で、なんか誰もいない。よくここまで登ってきたなって感じだけど、いや、頑張って歩いてきた甲斐がありましたね。はい、下山してきました。もう
登りもきつかったけど、下りもやっぱりきついね。結構な急な坂なんでね、自分の体重を支えてる足がもうやばいです。皆さん膝がガクガクするって経験したことありますか？私も学生時代ね、部活でよく経験しましたけど、いや何十年かぶりに今膝がガクガクしてますね。ガクガクって本当にガクガクするからね、一歩踏み出すたびにブル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 って言うから。もうきつい、思ったよりきついですね。でもなんか達成感はめちゃめちゃありますね。でまあ今回はね、結構いい写真も、でも思ったよりなんていうかな、その大波の池も、まあ目標は大波の池を取りに行ったんですけど、自分的には大波の池より桜島とか開門岳とかそっちの方にちょっと感動したなぁ。なんかまあ写真とかドローンとかの映像を見てもらえば分かると思うんですけど、こう山がね、地上から生えてるというか、地上にちゃんと根をつけてそこから立ってるというか、そういう景色がね分かったような気がする。まあもちろん当然ながらそうなんですけど、でもなかなかやっぱりね、真上から見るっつってもドローンもやっぱ飛行高度の限界があるので、なかなか真上からは撮れない中、こうやって桜島や開門岳より高いところから斜めに角度をつけて見たことによって、その山がね大地に生えているっていうのが分かります。生えてるってインスタ映えの生えじゃないですよ、分かるか。地上からね反り立ってるというかっていうのがね分かったよね。景色はすごいですね。あんまりこう登山とかしないんで、私はこういう景色が見れるんだなっていうのを改めて感動しましたけども、まあでももう二度と来ないだろうな。思ったよりきついけど、誰かと一緒に行きましょうって言ってもちょっと僕は遠慮しますって言っちゃうかもしれない。でも例えば今回は朝日しか撮れなかったんですけど、やっぱ夕日になるとまた顔も違うだろうし、日中もね真上から光が当てられると多分その湖の色っていうのも多分違うと思うんで、今回どっちかっていうとちょっと逆光気味だったから、まあ、暗い映像なわけですよ。それがね、まあ、朝日は綺麗だけど池自体はそんなに綺麗には映ってないんで、まあその辺をもう一回撮りたいと思うのか思わないのかっていうところですかね。思ったより人もいなくてね、日曜日ですけど全然人もいなくて、まあ、快適に撮影できたわけですけども、ちょっとね一人で心細いので動画撮りながら帰ってます。さっきはねライブやってたんですよ、実はね、山頂というか池の付近でね。でまあそのライブ見た方はね、桜島とか開門岳とか池とかね、その辺の映像も見れたと思うんですけど、まあまあ画質が悪いんでね、もちろん 5G とかないんで画質が悪かったと思うんで、綺麗な映像とかはね後ほどお届けしようと思います。あー見えましたね、やっと着いた。あー思ったよりきつかったな。はぁ朝の7時半ですね、5時半に出発したから、まあまあでも往復で2時間撮影も込みで2時間なんで、そんなにすごい時間かかったわけだ、かかったんですね。はい、あー着きました。皆さん鹿児島にね来た方はぜひ一度ちょっと試しに登ってみるのもよろしいんではないでしょうか。 1.2 キロだってこっから、1.2 キロの急な登り坂ですね。はい、というわけでとりあえずね今日の最初の撮影場所これにて終了でございます。またねどこ行くかまだちょっと決めてないけど、一旦ね休憩して次のスポットにね向かおうと思います。もう顔ぐちゃぐちゃです。はい、でははい、続きましてね来ましたところは霧島といえば、ここは忘れてはいけないところですね。霧島神宮の方に
ってまいりました。いや何年ぶりだろうな、22、23年ぶりとかですかね。久々に来ましたね。また階段だよこれ登れるかな。もう太もも裏ももパンパンなんですけど、霧島神宮はねめちゃめちゃでかい神社で、鹿児島にある照国神社とどっちがでかいかな。霧島神宮の方がでかいかな。霧島神宮頑張って登りますか。これねここ登り終わって終わりじゃないんですよさらに上もあるんでね。よしよいしょ。まあ霧島神宮は鹿児島で随一のパワースポットって呼ばれてる場所ですけどね。なんかでもパワースポットもさ最近増えすぎだよね。そんなパワーあるのっていうようなところもなんかちょっとパワースポットって簡単に言っちゃってるから。まあでも霧島神宮はねもうそういうのが流行る前からずっとパワースポットと言われてるところですので、こちらではねたくさんパワーをもらって帰ってね仕事に精を出しましょうかね。見えてきました、鳥居ですね。おー参道がめっちゃ広い。はい、お邪魔します。よいしょ。いや霧島ね久々に来たけどやっぱなんかいいね。僕ね若い時、霧島市っていうところに住んでたんですよ。ここも霧島市ですけど、ここは旧霧島町になるんですけど、私は霧島市って合併してね霧島市ってなったところ、この霧島のふもとにあるんですけど、そこに住んでたので、まあ昔はねちょこちょこ来たりしたんですよ。でもやっぱ地元に住んでるとなんていうかその良さが分かんないところはあるじゃないですか。だからあんまり住んでた頃は何とも思ってなかったですけど、こうやって久々に来るとやっぱりめちゃめちゃ気持ちがいいですね。まだまだ上なんですよねこれ確か。あそうそうそう、霧島神宮はですねあのかの有名な坂本龍馬が新婚旅行で訪れたと言われている場所でもありますね。はい、あ展望台があるので、お、大梁さんと坂本龍馬ですね。で、こっちが展望台。よいしょ、どんな景色かな。まあ桜島とか見えるのかな。あ、ここに書いてありますね。よいしょ。空港桜島で指宿まで見えるんだ。ああ、本当だ。これ桜島ね見えますね。でも結構この手前の木とかが邪魔であんまり見えないけど、うわめっちゃ広いでしょ。まだ朝だから全然人もいなくて気持ちがいいですねこういうのは。まあ、ここはね写真を撮りに来たというよりは、久々に観光に来たって感じですかね。おいいですね。どうですか、あの奥にあるのは神宮ですね。いやいいですねこの雰囲気。どうですか、こちらがするとこですね。ちょっとお参りしていきます。はい、続きまして霧島神宮から、5分ぐらいのところにありますですね、高千穂牧場というところに来ました。まあ昔から定番ですかね、霧島神宮行って高千穂牧場に行くっていうのは定番ですね。子供の遠足とかもそうなんですけど、後ろの方にあって、唐国岳とあの辺が大波の池があったところかな。ちょっと上からもう一回見ますか。でここはまあ牧場なんでね、ちょっ
と見えないかもしれないけど、向こうにヤギさんとか、あと牛さんとかね、馬とか、まあ、そういうのがいっぱいいるんですけど、ここはね、美味しいヨーグルトとかねあります。お土産に。おはようございます。おはようございます。で、今朝の9時半なんですけど、まだね朝ごはんを食べてないので、ちょっとここで何か食べようかな。やってるかな、多分ね。レストランまだやってないと思うんだけど、フードコートがあるんで、そこはもうやってる気がするんだよな。ちなみにですけど、このね高千穂牧場の、半分が鹿児島県で半分が宮崎県ということで、まあまあもう県境ですね、この辺は。だから、あの霧島の山たちも鹿児島と宮崎どっちのもんなんだい問題みたいなのがありますね。ああ、こっから入り口、はい、高千穂牧場です。まあね、特に何もないんですけど、ちょっとお目当てはね食事なんですよ今回は。おはようございます。鹿児島の人はね、みんなめちゃめちゃ挨拶しますね。なんか昨日夜もお風呂に入りに行ったんですけど、お風呂天然温泉、ちっちゃい天然温泉があって、250円で入れる、なんだっけ、セゴドンの湯っていうところに行ったんですけど、そこもね、もう入ってくるたびにみんなお疲れ様ですとか、こんばんはとか、ちょっと入ってくる。お風呂ですよ、お風呂の温泉に入ってくるときに挨拶します。普通東京だったらしないよね。出ていくときもお先でーすとかつって、お疲れ様みたいな。もうみんな知り合いなのかなここね、レストランになってて、うわ、肥料の匂いが臭いこんな感じで、まあお肉料理ですかね、この辺は。はい、まずは食べよう。お腹すいた。昨日の晩飯からもう食ってないから。山が綺麗に見えますね。はい、唐国岳ですね。で、その隣のこの辺が大波の池があったところ。あそこへ登ったんだよ。結構すごいよね。あ、フードコートは営業中って書いてる。あ、奥に牛さんがいますね。後で行ってみようか。くっさいな、くさい。よし、とりあえず腹ごしらえ。よし、来ました、朝ごはん。サイコロステーキですと骨付きウインナーとご飯。朝からねステーキを食べます。やっぱりね、牧場といえばステーキですよ。これ毎回思ってたんですけど、昔来た時に、まあ、牛さんとかいっぱいいるわけじゃないですか。だからこれね、牛さんを見る前に食べないとちょっと悲しい気持ちになるんで、先にご飯食べて牛さんを見に行こうと思います。いただきます。うまい、うまいですね。うん、あの安いサイコロステーキって結構こう臭かったりするじゃないですか。めっちゃうまい、ウインナーも。うまっ、めっちゃジューシー、うまい。結構ずっと移動だし、山道だったりとか、まあ、田舎道を走ることが多いので、食べれる時に食べとかないと、食べるとこ全然ねえじゃねえかっていう状況になりやすいんですよ。だから朝ですけど、次いつ食べれるかわかんないんで、ちょっとがっつりめに食べておきます。この家畜と肥料の匂いが漂ってる中でステーキを食べるのめちゃめちゃシュールだな。おいしい、柔らかいし。であとはね、ちょっとゆっくり
食べようと思います。いやお腹いっぱい、結構ボリュームあったな。そして今からね、牛さんも見に行きます。いっぱいいる。こんにちは、お元気ですか。乳牛ですかね。めっちゃ沼にはまってるけどあら、こんにちは。あらららら何考えてんだろうね、この子たち。おはよう。やっぱり牧場といえばソフトクリームでしょ。ここのソフトクリームめっちゃうまいんですよ。旅行中なんで、旅行中っていうか帰省中なんで、多少は食べてもいいかなと。めっちゃ歩いてるしね。まだ10時ですけど、もう1万歩超えてますからね今日。なんか見渡す限り子連れの家族とかしかいないんだけど、こんな45歳のおっちゃんが一人で楽しんでるのがちょっとね、我ながらシュールですね。こっからはね、宮崎の方に行って、まあのんびりしようかな。もうね、今日もうマストで撮らないといけない撮影は終わったんで、まあ、宮崎の海沿いに行って、まあ、なんかあれば撮ろうかな。でも宮崎の方向って基本的に日の出じゃないですか、東側だから。だからね、あんまり自分の撮りたいものはないんだよね。で、朝行けばいいじゃんっていう感じなんだけど、ちょっとスケジュール的に朝行けなそうなんで、ちょっと今日はね、ここから宮崎の方に向かってのんびりしてみようかなと思います。見てもらうと分かるんだけど、岩がねずーっと細長くなってるんですよ全部ね。あの後ろ姿はもしかしてやつではないか。あっち行きたいんだよねどうしてもあっちに行きたい